防災、こんな時どうする？警戒レベル編。皆さん、水災害、土砂災害は発生が予測しやすい災害です。地震は突然起こりますが、水災害は雨の降り方など防災気象情報に注意することで被害を最小限に抑えることができます。それでは防災気象情報の警戒レベルを紹介します。警戒レベルは5段階に分類され、その時に皆さんが取るべき行動が示されていますので、正しく理解し適切に避難しましょう。レベル1は数日中に警報が出るくらいの大雨が降る予報など最新の情報に注意する段階。レベル2は注意報が出るなど避難行動を確認する段階です。レベル3はさらに警戒が必要となって、高齢者など避難に時間を要する人は避難を開始する段階です。まだ大丈夫と思わずに早めに避難を開始しましょう。自分が行動することで避難をためらう人の行動を促すことにもつながります。レベル4は全員避難してください。レベル5はすでに災害が発生して命を守る最善の行動を取る段階。必ずレベル4の間に避難を終えてください。水災害から命を守る方法は避難しかありません。結果的に被害がなく避難する必要がなかったとしても、命を守ることができてよかったという心構えを持って早めの避難を心がけてください。自分の命は自分で守る、自分と大切な人を守るために。